何でも、自分の興味を持って、で、それに対して、臆せずに、チャレンジ、試してみたいな、試してほしいなと思います。で、また失敗しても、それを次回のチャレンジに活かしてもらうというのが、一番いいことだなと思ってます。